さて、ご紹介しましょう。IBM シモン、世界最初のスマートフォンです。1992年に誕生しましたが、充電が1時間ほどしか持たなかったため、人気は短命に終わりました。重さはバスケットボールほど。エニアックは一部屋分の大きさがありました。1946年に発明されるまでの人類史上すべての計算を10年間でこなしたとされています。初のテレビが作られたのは1934年。最も安い12インチのものでも8000ドルほどでした。世界最初のヘッドフォンが開発されたのは1910年。発明家のナサニエル・ボールドウィンが自宅の台所で製作し、海軍に販売していました。1903年、ライト兄弟のライトフライヤー号が12秒ほど空中に滞在し、その飛行距離は36メートルでした。これは内燃機関を備えた初の商用車。これを使って時速160キロ以上で移動した初の人類は発明者の奥さんでした。商業的に最も実現可能な電球を生み出すために何千回も失敗を重ねてきたトーマス・エジソン。彼の発明によって電球の寿命は14時間から1200時間まで伸びました。世界最古のカメラは屋根裏部屋でホコリだらけの状態で発見されました。2007年のオークションでおよそ1億円で販売され、世界で最も高価なカメラとなったんです。現存する世界最古の写真は1826年にフランスの発明家の自宅の窓から撮影された景色。露光時間はおよそ8時間。動かさないでくださいよ。現存する最古の温度計は1718年にガブリエル・ファーレンハイトによって作られました。はい、あの人です。2012年のオークションで現在の価値の9万5000ドル以上で売却。普通の温度計が1万個も買える価格ですね。こちらの17世紀の遺物はオランダで鉄道用のトンネルを掘っていた作業員によって発見されました。縮めると手首から親指の先ほどまでの長さですが、それでも物を5倍に拡大してみることができます。初の持ち運び可能時計は1505年に製造されました。テニスボールほどの重さで長針しかない銅製の球体です。デコレーションとして身につけられ、首から香水を下げるのに使われました。歯ブラシが作られたのは1498年の中国。持ち手部分は竹または骨で、毛は硬いイノシシの毛からできていました。ナイロンの毛が導入されたのは1938年からです。地球儀はおよそ500歳ほど。当時は紙の地図を木製のボールに貼り付けて作られていました。そしてアメリカは含まれていなかったんです。地球儀が発明された年にちょうどコロンブスが航海に出ていますからね。メガネは1290年にイタリアで発明されました。しかし最古のもので現在存在しているのは15世紀の日本の将軍が持っていたものだけです。象牙製で裕福なものだけが手にすることができた代物でした。オーストリアのザルツブルグにあるシュティーフツケラーザンクトペーターは今でも営業している最古のレストランです。803年に開業した時のそのままの建物を利用しているんです。今日のおすすめをお試しください。世界最古の現存ワインはドイツのシュパイヤーの発掘作業で発見されました。これは古代ローマ貴族のもので、今日までローデ封がされています。ザルツブルグまで持って行ってランチと一緒にいただきません？1700年前の靴下がエジプトで発見されました。二つ指の奇妙な見た目で、当時の人はサンダルの下に履いていたそうです。公衆トイレは元ローマ帝国領域内の発掘作業の際に発見されました。廃棄物が流れるよう常に新鮮な水が供給されていたそうです。ただプライバシーを守る個室はありません。カエサルさん、カシウスさん、スポーツラン見せてもらえます？世界最古のコンピューターと言われるアンティキテラ島の機械。これは手動式で日食を予測し、星や惑星の動きを記録するために使用されました。国会の底で発見されたギリシャの商船。これだけの深さで保存されていたため、ほぼそのままの状態で発見されました。
ギリシャの絵画に描かれている姿そのままです。パジリクラグは古代アルメニアまたはペルシアにて紀元前5世紀から3世紀の間に作られたとされています。アルタイ山脈で凍った状態で発見されました。世界で最も古い硬貨が製造されたのは現在のトルコにあたるリディア帝国。現在の10セント硬貨よりも小さく銀と金の合金製です。6ページの小さな本は現在のブルガリア周辺で暮らしていたトラキア人と呼ばれるインドヨーロッパ語族によって24カラットの金で作られました。手のひらより小さくトランプのデックより少し重いくらい。確認されている最古のホテツは3000年前の古代エジプトの木製の足の指。研究者によって女性のために作られたもので複数回修正されていることが分かりました。現存する最古のアーチ型の橋を目にしたいのであればギリシャへ向かいましょう。アルカディコ橋は紀元前1300年頃におそらくチャリオットのために作られたものですが、地元の人は現在でも使用しています。チャリオット用ではないですけどね。フルリの賛美歌は紀元前1400年に作られた最古の曲。知られている限りではですけどね。3400年前の粘土板にはライアーでどのように演奏すべきかの指示が書かれています。最も古いチーズは古代の墓で発見されました。黄泉の世界でのおやつとして一緒に入れられたと考えられています。バビロニアの料理本は3つの粘土板に記載された35個のレシピからなります。今でも再現可能な鶏肉とラム肉のシチューの作り方も載っているんですよ。最も古いバッグは4500年前のもの。ライプツヒで発見されました。これを身につけていた人は変わったセンスをお持ちだったようです。犬の歯で装飾されていましたからね。古代の人類はガムを道端に吐き捨てる習慣があったようです。フィンランドでの発掘作業中、歯型がついたままの5000年前のチューイングガムが発見されました。紀元前3050年の木が発見されたのはカリフォルニアのホワイト山地。4800年前の有名なメトシェラよりも古いブリストルコーンパインです。木の安全を確保するために正確な場所は明らかにされてはいません。現在のトルコで発見された9本の剣、今まで最古とされていたものよりもさらに2000年も古いことが分かりました。紀元前3300年に製造されたとされています。ターカンドレスはエジプトで発掘されました。放射線炭素年代測定によれば、これは紀元前3482年から3103年の間に作られたものであり、世界最古の女性用の衣服なんだそうです。それより若干古いアレニ・ワンケイブの靴は紀元前3500年に作られました。ギザの大ピラミッドより1000年も古いものですが、かなり良いコンディションで残っています。靴紐まで残っているんですよ。ナハル・ミシュマール・ホードクラウンは死海のそばの洞窟で発見されました。世界最古の王冠はなかなかつつましい作りです。装飾にはハゲタカがあしらわれています。イギリスの考古学者のチームが世界最古の家を発見。ここに暮らしていた人たちは狩猟採集民族で、地続きだった頃にヨーロッパからイギリスに渡ってきたようです。ヨルダンでの発掘作業中、考古学者たちは古代の焦げたパンの残骸を発見。つまり植物育成社会の前からパン作りが存在していたということになります。このマンモスの牙は世界最古の地図であるとされています。彫刻は川、山、渓谷、現代のチェコにあたる古代のテリトリーを抜けるルートを描いているんです。レボンボの骨はヒヒの骸骨からできている古代のツール。29個の印がありますが、これらは定規のように長さを測るためではなく、月相をたどるために使用されていたと科学者たちは考えています。ネアンデルタール人のフルートは戦士時代の骨のツール。現存しているのは2つのみですが、もともとは4つあったようです。はじめ科学者たちはこれらの穴は野生動物の歯型であると考えていました。しかし今では4万年前に音楽を奏でるために作られたと言われています。
南アフリカで発見された6万4千年前の尖った石には、製体材料や木製のシャフトに取り付けるために利用された植物製の糊の痕跡が残っています。つまり、初期の人類によって矢の先として利用されていたということです。スペインにあるマルトラビエソの洞窟には、71の手形のステンシルといくつかの特定不明なシンボルが描かれています。これは人類最古のアートであり、6万4千年前のネアンデルタール人によって作成されたとされています。最も古いジュエリーは磨かれた和紙の鍵爪のネックレスまたはブレスレットです。様々なセレモニーで使用され、科学者たちはおよそ13万年前のものではないかと考えています。ケニアで発見されたこちらのツールは、それまで最古とされてきたものよりさらに70万年も古いことが分かりました。人類出現以前に鋭利なツールを作ることができるほどの高い知性を持った種族がいた証拠であると言えます。最も古い化石によると、初期の恐竜は 2,3 メートルほどの大きさで、三畳紀中期の2億4300万年前に暮らしていたということが分かりました。石鉄鋼チューブは地球の初期生命体である可能性が高い先史時代のバクテリアの一部です。38億年前に出現しました。地球が生まれたのはその7億年前です。地球上で発見された最古の素材はオーストラリアのジルコンクリスタルです。44億年前のものだとされています。地球が形成されたのは45億年前、ちょうど1億年の違いですね。そんなに長い時間じゃないですって。ほんと、人類が目撃した最も古いものは宇宙と同じくらい古い136億歳の赤色巨星です。銀河系は地球から6000光年離れています。ビッグバンの1億年後に形成されたと言われています。私より少し年上ですね。なんつって。